金髪は朝起きたらこうなってました。そんなことあるの？さあ見せてくれ。よし、じゃあ今日の企画はこちら、イナズマイレブンの必殺技完全再現してみた。イナズマイレブンの必殺技ってもう全部やっぱすごいじゃないですか。確かに、やっぱあれを完全再現したいけど、難しい CG とかはね、まあやっぱ僕らの技術じゃまあどうしようもできない。なるほど。まだ人間の実際の動きだけ、はい、もうさながらにやって、はい、あとはもう背景ちょろっと合わせたらもういけんじゃねえかっていう企画らしいですわ。考え甘っ。編集頑張るよってこと。次のページにイメージが、え、何分かりやすいイメージがあるんです。え、やった、イメージ俺監督だ。え、兄級監督ほか兄級さん指揮で大丈夫っすか？大丈夫大丈夫。編集もちょっと兄級に。あー、なるほど、なるほどね。まあいいや、全然できますよ。どうせね、任せといて。帰れんじゃん。よかった、監督じゃなくて撮影してもらう。構成必要な道具、また用意してるので。うわー、なんだ。うわー、うわうわ、芸人の仕事だ。これもしもし君だ、もしもし君、芸人の仕事だ。で、実際そのどの技を真似するのかっていうのもスマホとかで調べてもらって、うん、これだったらいけるんじゃないか、これかっこいいじゃないかって決めてもらって、じゃあ稲入れの技決めて、キャストも決めて、はい、撮影の方行ってみたいと思います。はい、行くぜ。はい、じゃあ来ていただきました。見れました。キャストの皆さんに、もう顔しかこれ映ってないわ。素晴らしい衣装を着ていただきました。消えてるじゃん。芸人やってこれ着るの初めてだな。初めて、まさかお箱のチューバーで着る日が来るとは。稲妻イレブンのやりたい必殺技とかある？まず必殺技見ていきましょうよ。あ、見ていこう。どういう必殺技があるの？ちょっといろいろいっぱいあるけど、はい、ゴーエンジシュウヤのファイアートルネード。おぉ、よっしゃ、これをやりたい。あんな動き空中でできないし、確かに俺らが補助したらできそう。あ、そうそう、補助してもらって、ね、ファイアートルネードの方を作っていきたいと思います。しゃー、できるのかなっていう、そもそも俺がうわっ、はい、はい、でもこれもこの手がかぶっちゃうと手が映っちゃうから。なるほどなるほど。むずいぞ。こう上げる。じゃあ俺が寝てるのを持ち上げる。それきつい。ああ、そっちの方がいい。そっちの方がいい。せーの、いけるかな。あ、上がるね、上がるね。いける、重い、落ちる、大丈夫。ちょっと待って。いや、これ無理だった。ちょっと一番軽いの誰。俺は重量級。もうそれでいこう。俺67。せーの、よっ。あー、怖い怖い。わー、危ない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 。雑すぎなんだ。そこまで来たら、はい、カーカンマシマシで準備完了したので、よし、決めるぞみたいな顔をまず撮ります。行くぜの兄貴さんだけど、ファイアートルネード行くぜの。俺ら何待ってるの？こっからカット変えて、この足ら辺を映すから、俺を空に飛ばして。OK です。はい、足ら辺をここで、はい、OK OK。で、あなたたち緑は多分いなくなるから。名前呼んで。あなたたち緑だ。なるから。持ち上げていくよ。せーの。ちょっと全然出てない。待ってるとこ取るわ、俺が。最後蹴るし、バスケ部だったらこれができると思うね。おお、これをこう緑の手でやってもらったら空中でこう回ってるようになるから、はい、空中で蹴るみたいな。おお、なるほどね。せーの、いやー、ファイヤー、どうある。この映像撮れれば、じゃめっちゃ慣れてる。足のところの映像撮れば OK。 ファイヤーと、ファイヤー、ファイヤー撮るねー。乗ったどう、一瞬ぐらい使える映像。めっちゃヌルヌルする。まあ、いいじゃん。オッケー、今ので、じゃあファイアートルネードオッケーにしよう。よっしゃ、ファイアートルネードの撮影、はい、オッケー。アニキューさん編集頑張ってください。じゃあアニキューさんか、これ。これ誰だ。誰、違うかもしれない。もう身長は何も映ってない、ボールしか。ただのボール野郎だ。デスマッチ一人であのデスゾーンをやってもらう。デスゾーン、俺一人でやる。カラドデスゾーン。カラドデスゾーン。デスゾーン開始。ちょっと待って、ごめん。これでいい。あ、それでいいのかな。ただの筋トレじゃん。全然緑だね。せーので、 OK です。これ OK？ 素材はもう完璧だから、そう、あとはもう腕にかかってくる。両監督の、じゃあ編集頑張るぜ。 OK！ じゃあこのある素材で編集します。
映像編集終わりました。お疲れ様でした。見てください、見てください。どっちから行く、どっちから行く、さっき俺、おマジ俺もこれ行こう。いやー、まずね、エフェクトこだわったんで、ちょっとエフェクト、じゃあ早速見ていきましょう。 VTR スタート。出た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 。うわぁ、すげえ、3人だ、ちゃんと3人。おうわぁ、飛んでる飛んでる。うわぁ、ちゃんと投げる。ちょっとこう動いてデスって、もう背景が多いよ。よいしょ、すげぇ、すげぇ、最低くらい。ちゃんと俺らも消えてたね、あの緑。確かに、そう、確かに。いなかったもん。でも、消すので一番大変だったのは、アニキューさんがずっと変顔してて、あ、そうか、それが消せなかった。あ、そうか、そう。逆に俺は、うん、残してます。え、残してるんかい。みんなの顔を残してます。それも味としてね。俺の場合は、みんなの顔映り込んでるんで、そこの顔を。なるほどね、素材の味を生かしたのね。じゃあ、行きましょう。 VTR スタート。一気に冷めるところ出てきましたよ。回してたのもちゃんとさ、ほら映ったでしょ、今映ってました、映ってました。で、緑にした甲斐がありました。大丈夫？すいません。ファイヤートルネード。でも、ほんとすごかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。カメラと編集機材があれば誰でもこういう面白いことできるから、確かに動画編集やってみよう。僕たちの他の動画とかコロコロチャンネルネクストで、はい、やってくるね。ネクストもよろしく。はい、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、あ、大成功、やったー、大成功。イナズマイレブン再現できたー。アニキューのイナズマイレブン動画もう一個あるから、そっちもチェックしてくれ。よろしく、ぜひ、よろしく、お願いします。イエーイ、ゾウと対決してる動画、それも見てくれよ。ゾウ、よろしく。みんな、チャンネル登録よろしくね。おすすめ動画は